代問五括弧三括弧四を見ていきます。コサイン三十度の二乗かけるタンジェント三十度の二乗の値は A 分のうであると。この三番からは、これまでは与えられている、ここの値を使ってたんやけど、三番からは自分で計算をしていくことになります。そしてその計算をしていく上で大事なのが、ここに出てきているような、コサイン、タンジェント、サイン、三角比の三十度とか、 45度とか60度とかあとは135度120度ちょっと順番おかしくなっちゃったけど150度やねこういった値なんですそしてこういった値の三角比っていうのは自分で出すことができます例えば問題で出てきているコサインの30度この値をちょっと考えてみましょうこれを考えるにはこれは中学校でもやっているはずです 三角定規を使いまの三角形直角三角形って2つあったわけね1つは90度45度45度になっている直角二等辺三角形ですそしてこの直角二等辺三角形の辺の比っていうのは1対ルート2になっていたわけねでこっちらの細長い方は 1>, 1対一番短いところを1とすると1対2対 √3 になっていたわけですこれは覚えといてくださいこの3つの辺の比は必ず覚えといてくださいそしてこの3つの辺の比が分かっていれば例えばこのコサインの30度とかって出すことができるわけだねどうやってやるかっていうとコサインの30度つまりここの角 のコサインを考えるので、まこのまんまやってもいいんやけど、ちょっと分かりやすいように向きを変えてみましょう。こうです。左下にこの30度が来るようにしてください。で、90度、ここれね、60度になります。そで、コサインの30度なので、こうです。ここの辺の比を出してあげると。で、今、辺の長さはどうなっているかっていうと、1対2対ルート3になってるので、 コサインの三十度っていうのは二分のルート三っていうふうにこの図から出してあげることができるわけね。コサインの三十度っていうのは二分のルート三ですよと。そして同じように、タンジェントの三十度はどうなるかっていうと、ちょっと色変えるで。タンジェントはこうなので、これ分のこれなので、ルート三分の一になります。タンジェントの三十度は ルート三分の一ですよと、こういう風にして三十度、四十五度、六十度の三角比っていうのはこの直角三角形の辺の比から出してあげることができるんですそしてさらにこっちらの鈍角の方っていうのも先やった百八十度引くシータの関係があったよねなので例えばサインの百二十度って これは、サインの1 8 0く6 0度と見てあげることができるやな。そして、この1 8 0ータの関係から、サインの1 8 0く6 0度つまりサインの1 2 0度っていうのは、サインの6 0度と一緒になってるんです。そうやって考えてあげるとこっちの 30°、4 5度,度6 0度の三角比を、この 直角三角三形から出すことができれば、この1 8 0 °タの関係でこの 135° 度、120° 度、150° 度の三角比も値を与えられてなくても自分で計算することができるんやねますなのでこの3番とか続く4番っていうのは自分で三角比の値を求めてあげてそれを使って計算をしていきますそれじゃあもうここまで出してあげればあとは計算をするだけねコサインの 30度の二乗足す、足すじゃないね。かける、タンジェントの30度の二乗っていうのは、コサインの30度が2分のルート3やから、これの二乗やね。かけるタンジェントの30度は、ルート3分の1です。これの二乗ですよと。そうすると、さっき2乗を計算して、4分の3です。こっちは、 2乗計算すると3分の1なのであとは計算すれば4分の1になりますよと c o s 3 0度の2乗× t 3 0度の2乗の値は4分の1になりますそれでは続けて4番もやってしまいましょう右の図の三角形 abc において ab は √2cmac は 4cm 角 a は4 5度である この時 BC の長さ残っている辺の長さは√オーカーになりますよとここの長さを求めてくださいという問題ですでこのカッコ4このカッコ4では正弦定理とかもしくは予言定理を使う問題が多くなっていますほとんどはこの予言定理です予言定理はどういうことかっていうとある辺これ式のとおりやねんけど この時に二つの辺残る2つの辺と2つの辺の間の角が分かっていればこの a を出すことができるんやねどうやって出すかっていうと分かっていない辺の2乗は残る2つの辺の2乗を足したものから 2×2 つの辺ね。二 b c さらにそれに コサインのここの角度をかけてあげたものを引くと。そうすれば A の2乗を出すことができるんです。この式を使えば直角三角形以外でも今まで辺が分かっていなかったような三角形の辺の長さを出すことができますよと。なのでこの予言定理を覚えて使えるようにしといてください。4番はこの予言定理をまさに使う問題です。分かっていない辺。 以外の二つの辺が分かっていますよ。そしてその間の角が分かっていますよと。もうこれは予言定理パターンやね。なので、BC の、ちょっと汚くなったね。BC の二乗。分かっていない辺の二乗っていうのは、二つの辺。他の二つの辺の二乗やね。これね。他の二つの辺の二乗から引きますと。 何を引くかっていうと、ちょっと分けようか。2かける、この二つの辺かけたもの、かける、コサインの a なので、コサインの45度と。そしてまたここで、この三角形を使います。45度のコサインなので、ルート2分の1になるわけね。ルート2分の1をかけますよと。これは自分で出さないといけません。 そしたら、あとは計算をしていきます。4の二乗は16足す、ルート2の二乗は2やね。で、引く、ここを計算すると約分できて1になって、2×4 で8です。16足す2は18なので、そこから8を引いて10やね。BC の二乗は10っていうのを出せました。ってことは、BC はそれの正の平方根、ルートを取ればいいので、ルート10になりますよと。オーカーは、 になりますこういうふうに三番は直角三角形二つの三角定規の直角三角形の辺の比から三角比の値を出してあげて自分で計算していく問題ですそして四番はそれに加えて cosn の十五度自分で出したいねそれに加えて予言定理これを使っていく問題でした。